ホームナビの武田です。羽曳野市白鳥にあります、ドミール白鳥をご紹介させていただきます。1,2,3 号室は、ベランダが西向きとなります。こちら駐輪場です。でゴミ捨て場、でこちらが、東向きのベランダとなります。5,6,7 号室が東向きです。後ろはコインパーキングとなっています。オートロック付きです。こちらから201、202、203、4号室がなくて205、206、207と。301、302、303と、こちらが、西向きのお部屋となります。305、306、307と、こちらが、東向きのお部屋となります。全部で12室あります。はい、それではお部屋のご案内をさせていただきます。こちら、シューズボックスです。高さ調整ができるようになっております。上にも棚があります。こちら、電気温水器です。こちらのマンションは、オール電化となります。 IH キッチン、広めの洋室となります。エアコン照明付き、こちら収納です。ベランダです。こちらテレビモニターフ、こちらのボタンでオートロックを解除してあげることができます。お風呂です。洗濯機は室内に置きます。シャンプードレッサー、トイレはウォシュレット付きです。こちら側も開きます。はい、
それではお部屋の寸法を測っていきます。14センチ、35センチ、122センチ、178センチ、64センチ、34センチ、34センチ。カーテンの高さ202センチ、320センチ。298センチ、335センチ、410センチ、7センチ、119センチ、68センチ、160センチ、60センチ、110センチ、322センチ。天井までの高さ239センチ。収納を測ります。幅126センチ、奥行き54センチ、バーまでの高さ175センチ、75センチ、26センチ、56センチ。洗濯パンを測ります。幅61センチ、奥行き61センチ、蛇口までの高さ109センチ、74センチ、110センチ。ご視聴ありがとうございました。